んにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、数日前にね、宮本真由美さんが動画でね配信していた話なんですが、これをね知ると一生お金に困らないっていうね、お金持ちになりたいなら必要な考えっていう、そんなね、動画を配信しておりまして、3つのね、その考えっていうのをね紹介してくださったので、それをね自分がねその動画のことを聞いてそれをね紹介しようかななんて思います。まずね、1つ目はね、基本中の基本でね、お金を愛すること、大切にするっていうことがね大事だそうです。自分もねお金がね好きだとかね、そんな風にね言ってみたりとか、あとね財布に入れるときは必ずね向きを揃えて、種類別にして、それでねお財布がね居心地がいいのようにお財布をねいつもね手入れしたりとか、あとね支払うときに感謝して支払うみたいな、またね自分のところに来てねみたいな、そんな感じで払ったりとかしてね、本当にお金をね愛する、大切にするっていうことです。お金が好きだって言ってるのに、貯金が全くなくて家にはねバッグがたくさんあるなんていう、そんなね笑い話で斉藤ひとりさんがね、話していたっていうね、そんなこともね話してたんですが、車とかね時計がたくさんあったりしてお金がないみたいな、だけどお金は好きって言ってる人は、そういう人はね、バッグがね、お金よりねバッグが好き、お金よりね車が好き、お金より時計が好きみたいなね、そんな感じに、ね、なってしまってるんで、いつもね貯金でもねいいんですけど、お金さんがね、居心地がいいようにしてあげるっていうのがねすごく大事だそうです。はい、続いて2つ目はね、見抜く力を持つっていうことで、お金ね、いろいろな情報入ってきますけど、良いね、いい人もねいますけど、中にはね悪い人もいて、よくね、ここだけの話だけどみたいな、そんな風にね持ってくる人いるんですけど、結局ねここだけの話だけどいくらいくらかかるんだよとかね、そんな感じで結局お金を取られてしまって、情報詳細のね案件とかそんなのもね、散々自分もね払ってしまったみたいな、そんなこともあるんですけど、そういう風にね、そういうもいいものか悪いものかっていうのをね見抜く、そんなね力がないと、奪われるだけっていうことですよね。自分もね資産構築のことをね学んでると、やっぱりねどうやってお金を守るかっていうのがねすごくね大事っていう、そんなね話も聞きますので、本当にね見抜く力っていうのはね、お金をね持ってからそれを守るっていう感じですけどのね話かもしれないんですけど、お金をねこう貯めていく段階でもね、こう見抜く力がないとそれが奪われてしまうっていうことですね。自分でね、調べて、それでね、自分でね、耳で聞いてみて、それでね、心で感じて、それで本当にね、自分のためを思って、声かけてきてくれるとかっていう、そんなね、ことをね、しっかりね、本当に見抜く力っていうのは大事だなぁなんて自分もね思います。ひとりさんやね、宮本真由美さんはね、動画とかでもねすごくね無料で本当にすごいねことをね、教えてくれてるんですけど、無料だと、ね、なかなか心にね落とし込むことができなくて、そういったねすごく美味しそうな話とかそういったものにね飛びついてしまうっていうね、結局それで後でねお金がかかったりとかっていう、そんなことでね、お金をどんどん奪われてしまうみたいな、そんな感じですんで、やっぱりね見抜く力を持つっていうのはすごくね大事だなぁなんて、そんな風に思いました。はい、それで3つ目はね、威張らないっていうことで、どんなにねお金持ちになろうが、有名になろうがね、威張ったらねそこで終わりっていうことで、斉藤ひとりさんのねお弟子さんがもしね威張ったりしたらそこでね波紋になってしまうっていうぐらい、本当にね威張ってはいけないっていうね、そんな感じなんですが、斉藤ひとりさん曰く、威張った時点でね神様がね、こういうふうにねこう一段一段ね一生懸命登っていっても、威張った時点で、そのね階段っていうのは言ってみればね、いろんな人の
協力のもとそこを登っていったんだけど、まあ威張った時点でね、神様がね、お前自分で一人でねそこまで行ったと思ってるのかみたいな、そんな感じに思われて、そのね階段をね、まあ、梯子をねバーンってね神様が外してしまう。そしたらね、まあ、あとは落ちるだけみたいな、そんなね感じになってしまって、人間はね普通、まあ、2階とかから落ちてもね死んでしまう場合もあるし、まあね、運とお金を持った時10階ぐらいまでこう登って、そこからねそこで威張ってしまって、バーンってね神様にこうはしご外されてしまったら、本当にね10階から落ちて、もう本当ね、もう再起不能みたいな、そんな感じに、ね、なりかねないので、やっぱりねそうやって、まあ、自分一人じゃなくてみんな、まあ、感謝、まあ、いろんな人も、ね、の協力があって、それで、まあ、そうなったって、まあ、自分のね、まあ、お金持ちになれたとか、そういうふうにね、まあ、自分とかね、もし皆さんもね、もしかしたらお金持ちにまだなってないかもしれないですけど、まあ、そういうね気持ち、まあ、がないとお金持ちにもなれないし、お金持ってからでもこう、まあ、神様にねバーンって橋も外されて、まあ、足元すかれたりして、それでね、まあまあ、お金をね失ってしまったりするっていうことなので、やっぱりね人に感謝する、まあそれでね威張ってたりするとね、人にね好かれることもないし、まあ、嫌われるだけっていうことなので、まあね威張らない方がね絶対いいですし、まあ威張ってねそうやって感謝とかねしないと、本当ね周りに誰もいなくなって、結局はねお金目当てだけで、まあ、近づいてくる人ばっかりになってしまうっていうことなので、やっぱり感謝ってね大事だなぁなんて、そんな風にね思いました。まあね3つのねこと、まあ、お金を愛することと、まあ、見抜く力を持つ、威張らないっていう、このね3つのことをね守っていけば、本当にね幸せなお金持ち、まあただねお金持ってるっていうだけではなくて、本当にね幸せなお金持ちにね、まあ、なるっていうことをね目指して、まあ、やっていかなきゃいけないななんて、そんな風にもね思いますし、やっぱりね周りにね感謝して、まあ、自分がねこうもしお金持ちになったら還元したりとか、まあ、したりとかね、まあ、お金を回していきたいみたいな、そんなね感じもねすごくね思っていますので、なんか本当にそうすることによって、まあ、幸せな、ね、お金持ちになっていけるのかななんてね、まあ、この、ね、考え方がねやっぱりすごい、ね、大切だななんて、そんなことも思いました。はい、ではね今日は宮本真由美さんが数日前になんとかなるチャンネルで紹介した、まあ、お金ね、これを知るとね一生お金に困らない、まあ、お金持ちになりたいなら絶対ね必要な考えということで、そのね話をしてみました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。